週刊高速道路、週刊高速道路、週刊高速道路、インターステートハイウェイは、アメリカ合衆国の高速道路である。高速道路網全体としては、一般には、週刊高速道路網、週刊高速道路網、インターステートハイウェイシステムと呼ばれ、正式名称は、ドワイト・デイビッド・アイゼンハワー、全米週刊国高速道路網、全米週刊国防高速道路網、 ドワイト・デビット・アイゼンハワー・ナショナル・システム・オブ・インター・ステート・アンド・ディフェンス・ハイウェイズである。周回高速道路網は自動車専用道路、ハイウェイによって構成されており、交通状況が許容する限り、高速走行が可能である。周回高速道路網には、連邦政府レベルでの特別な資金が割り当てられるが、設計、建設、維持管理は、週単位で行われ。 所有権も各州に帰属している。ただし、首都環状道路のウッドロー・ウィルソン橋は、唯一の例外として、連邦政府に所有権がある。週刊高速道路網の道路は、週刊高速道路と呼ばれる。各週刊高速道路にはそれぞれ個別の路線番号が付加されており、週刊高速道路、XX 号線もしくはターンに週刊道、XX 号線と表記される。 周回高速道路網はアメリカ国内の主要都市を網羅しており、さらに他の多くの先進工業国の高速道路網とは異なりしの繁華街を通り抜ける経路で作られている。このため、周回高速道路網は第二次世界大戦後の自動車志向の潮流に伴い、郊外開発を促進し、スプロール現象の現況ともなっている。周回高速道路網の大部分は、 アメリカ国民の日常生活において重要な位置を占めている。アメリカ国内で流通する商品のほとんどが週刊高速道路網を経由しており、都市部に居住する多くの住民が通勤のために週刊高速道路網を利用している。また、休暇や仕事により 500km 以内の旅行をする際にも週刊高速道路網が多く利用されている 500km メトリを超える場合には飛行機が利用される。新しい高速道路システムの計画は連邦政府が週刊高速道路網の構想を打ち出した1950年代以前から存在していた。1907年アメリカのニューヨーク州で世界最初の高速道路の建設が開始された。そして1 9二十年代までにニューヨーク市の公園道路システムのような長距離、 高速道路が、州単位の高速道路計画によって整備された。しかしながら、交通量の増加により、州ごとに独立していた、それまでの高速道路システムを見直し、各州の高速道路を相互に連結して、アメリカ合衆国全体としての高速道路網を整備する必要性が高まった。戦時中、全米を車で横断するのに2ヶ月を要していたことを、 アイゼンハワーは体感していた。周回高速道路網は1956年の連邦補助高速道路法の制定により整備が開始された。この法律は当時のアイゼンハワー大統領が推進した道路整備計画の一環として制定された法律であり、全長約6万 5000km の巨大な週間高速道路網を250億ドルの資金を投じて 10年の期間を費やして整備するという、それまでのアメリカ合衆国の歴史の中で最も大規模な国家プロジェクトであった。1956年の法整備により進められた、週刊高速道路網の建設は、当初の予定から大幅にずれ込み、計画から35年後の1991年に完了した。整備費用も、 計画当初に見積もられていた250億ドルを大幅に上回り、最終的に1140億ドルを費やした。整備された、週刊高速道路の総距離は 68,500km で、その全線が片側2車線以上である。アメリカ合衆国で建設される高速道路はすべて、米国全州道路交通運輸行政官協会が設定した規格に従わなければならない。 連邦高速道路局の許可がある場合を除く。この規格は年月を重ねるにつれて厳密になり、アメリカ合衆国の道路整備における絶対的基準として扱われている。この規格では、ごくわずかな例外を除き、高速道路における信号機の設置は、料金証及びランプメーターに限定されている。週間高速道路網の制限速度は場所によって異なる。 週間高速道路網の整備計画が立てられた。当初は多くの通行車両が高い速度を維持できない限定された範囲、険しい峠道などを除き、時速75マイル、約121キロメートルから80マイル、約129キロメートルの速度制限が設けられていた。しかしながら1973年に発生したオイルショックの影響により、 翌1974年に連邦政府はガソリン保護対策として週間高速道路の最高速度を時速55マイル、約 89km に引き下げた。この規制は石油の貿易停止が解除された後も安全対策として継続れたが、特にアメリカ西部地域で大きな不評を買った。これを受けて連邦政府は1987年に 速度規制を緩和し、州の選択により、最高速度を時速65マイル、約1 0 5キロメートルまで引き上げられる定めを行った。そして1995年には、アメリカ合衆国の週間高速道路網全体の速度制限は撤廃された。時速55マイル、約8 9トルの速度制限の完全撤廃とともに、 連邦政府は最高速度の決定権を各州に移譲した。この決定を受けてカリフォルニア州やバージニア州などの多くの州では場所によって異なる複数の速度制限を設定した。カリフォルニア州ではロサンゼルスの市内を走る週間高速道路の最高速度を時速55マイル、約89キロメートルに制限し、郊外を走る週間高速道路の最高速度を 時速65マイル、約105キロメートル、砂漠地帯や田園地帯を走る、週間高速道路の最高速度を時速70マイル、約113キロメートルに設定した。また、カリフォルニア州やインディアナ州などの一部の州では、業務用トラックに対し、一般乗用車よりも低い速度制限を課した。カリフォルニア州では、一般乗用車に対する速度制限とは別に、 業務用トラックの最高速度を州全体で一律に時速55マイル、約8 9トルと設定した。速度制限の完全撤廃後も、週間高速道路の最高速度を時速65マイル、約1 0 5キロメートルのまま維持する州がある一方で、週間高速道路の最高速度を70マイル、約1 1 3キロメートルないし8 5ル。 約 136km に引き上げる州もあった。多くの場合、最高速度を低い速度に設定している州は、アメリカ合衆国北東部に多く存在し、逆に高い速度に設定している州は、アメリカ合衆国部及び南西部に多く存在する。モンタナ州では、適切かつ慎重な速度で走行するよう定めたが、あまりに漠然としており、憲法に違反するという理由により、 死行からわずか数年で撤廃された。周回高速道路網は乗用車やトラックの通行を考慮した設計となっている。また、アメリカ合衆国が軍事活動や民間防衛活動を行う際に部隊が円滑に展開できる設計にもなっている。周回高速道路網は核戦争などの有事やハリケーンなどの自然災害が発生した際に都市から 緊急避難するために使用されるハリケーン用避難経路。また緊急時には避難効率を最大化するために、週刊高速道路網のすべての車線が災害地から避難する方向に切り替えられる。ジョージア州の週刊高速道路16号線や、ノースカロライナ州の週刊高速路40号線、ルイジアナ州の週刊高速道路10号線など、アメリカ合衆国南部の一部の 周回高速道路では、本来の進行方向とは逆方向に切り替えられた際にも使用できる設備が整えられている。なお、周回高速道路網は戦争の際に航空機の滑走路として使用できる、要5マイル、約8キロメートルおきに平坦な直線道路が作られているという都市伝説が存在しているが、これは間違いである。周回高速道路は、 ハーイ州にも存在し、他の週間高速道路と同様の資金提供を受けている。なお、アラスカ州及びプエルトリコにも他の週間高速道路と同様の資金提供を受けている高速道路が存在いる。アラスカ州及びプエルトリコに存在する高速道路は、公式な週間高速道路ではないために、未公認週間高速道路と呼ばれるが、一般には、 中間高速道路として扱われている。中間高速道路の路線番号は、米国全州道路交通運輸、行政環境会によって決定される。アメリカ合衆国において一級中間高速道路と呼ばれる、周回高速道路には、一桁または二桁の路線番号が付与される。また、この範囲内において、東西を結ぶ一級中間高速道路には、 偶数の番号が付与され、南北を結ぶ一級週間高速道路には、奇数の路線番号が付与される。さらに、東西を結ぶ一級週間高速道路は、南から順番に路線番号が増加し、南北を結ぶ一級週間高速道路は、西から順番に路線番号が増加する。ただし後で割り切れる数に関しては、アメリカ合衆国を縦断もしくは横断する。 主要路線に対して付与される。例えば、週刊高速道路5号線は、アメリカ西海岸沿いにカナダとの国境からメキシコとの国までを結ぶ路線であり、週刊高速道路95号線は、アメリカ東海岸沿いにフロリダ半島の南端からカナダとの国境までを結ぶ路線である。また、週刊高速道路10号線は、カリフォルニア州ロサンゼルスからフロリダ州、 ジャクソンビルまでを結ぶ路線であり、週刊高速道路90号線は、ワシントン州シアトルから、マサチューセッツ州ボストンでを結ぶ路線である。一級週刊高速道路のうち、週刊高速道路76号線、週刊高速道路84号線、週刊高速道路86号線、週刊高速道路88号線は、アメリカ合衆国の東部と西部に独立に、 存在している。これは1970年代に、米国全州道路交通運輸行政官協会が、週刊高速道路の不満形式を変更したためであり、それ以前は一級週刊高速道路の支線として扱われていた、週刊高速道路であった。また、週刊高速道路35号線は、ミネソタ州とテキサス州の両方で、週刊高速道路35号再線と、 週間高速道路35号等線に分かれている。3桁の番号が付けられた、週間高速道路は2級週間高速道路と呼ばれ、1級週間高速道路と直接または2級週間高速道路を介して接続している1級週間高速道路支線である。2級週間高速道路には週ごとに個別の路線番号が付与されるため、 同一の路線番号を持つ二級週間高速道路が複数の州に存在する場合もある。ただし同一の州内では同一の路線番号を付与できないため、同一の州に同一の路線番号を持った複数の二級週間高速道路が存在することはない。二級週間高速道路に付与される路線番号の下2桁には本線となる一級週間高速道路の番号が 用いられる。そして両端が同一の一級週間高速道路に接続している二級週間高速道路に関しては100の位偶数となる番号が付与され両端が同一の一級週間高速道路に接続していない二級週間高速道路に関しては100の位が奇数である番号が付与される両端が異なる一級週間高速道路に 接続している二級週間高速道路に関しては、週の決定に依存する。例えば、ニューヨーク州を走る週間高速道路90号線には、週間高速道路1 9十号線、週間高速道路2 9十号線、週間高速道路3 9十号線、週間高速道路4 9十号線、週間高,高速道路5 9十号線、 週刊高速道路690号線、週刊高速道路790号線、週刊高速道路890号線、週刊高速道路990号線が接続している。3桁の道路番号においては100の位の数字が偶数の場合は都市周辺を回るように走る路線で、奇数の数字の場合は郊外から都心部へとつながる。 放射状の道路になっていることが多い。カリフォルニア州オークランドの付近には本線となる週刊高速道路38号線が存在しないにもかかわらず、週刊高速道路238号線が存在している。これはカリフォルニア州道238号線が週刊高速道路に置換されたためであり、 さらに使用可能な適切な番号が存在しなかったためである。ペンシルベニア州には、それ、伊藤にも番号の小さい路線番号を持つ、週刊高速道路が存在しているにもかかわらず、週刊高速道路99号線が存在している。これは、地元の連邦議会議員バット・シャスターが1996年に追加した一級週間高速道路であり、 制定当時に利用できるふさわしい二桁の数が存在しなかったため、最も近い番号として付与された、週刊高速道路である。週刊高速道路82号線は、週刊高速道路84号線よりも北を走っているが、これは週刊高速道路82号線が制定された当時、週刊高速道路84号線は、 週間高速道路八85北線として存在していたためである。以下の一級週間高速道路は本来の不満規則とは異なる方向に走っている。ハーイ州、アラスカ州、プエルトリコに存在する周回高速道路は常日の不満規則とは異なり、整備資金が拠出された順番に路線番号が付与されている。ハーイ州、アラスカ州、 プエルトリコに存在する、週刊高速道路は一般に、一級週間、高速道路として扱われる。週刊高速道路通勤別線及び、周回高速道路通勤支線は、一級週間、高速道路及び二級週間高速道路の、不満規則に従属しない。ここで、週刊高速道路通勤別線とは、両端が、 同一の一級週間高速道路と接している、週間高速道路であり、週間高速道路通勤支線とは、一旦が一級週間高速道路と接続している、週間高速道路である。通勤別線及び、通勤支線は、本線となる一級週間高速道路の番号を、そのまま次するため、同一の週に存在する同一の一級週間、高速道路から派生した複数の異なる。 週刊高速道路通勤別線及び週刊高速道路通勤支線に対して同一の路線番号が付与される。週刊高速道路の出口番号は南もしくは西から順に付けられている。多くの州では宗教もしくは起点からのマイル数が出口番号となっており、同一マイル数の出口が複数ある場合はアルファベットが順に付加される。 週間高速道路網の建設費及び維持費の約7 2は連邦政府及び各州が利用者から徴収したガソリン税などの税金及び有料道路で徴収した通行料金であり、残りの費用はアメリカ合衆国の連邦予算から拠出されている。アメリカ合衆国東部では1956年以前に計画。 または建設された週刊高速道路の一部が有料道路として管理されている。週刊高速道路の建設及び維持に充てられる税金はアメリカ社会の自動車志向を助長するための政府の直接的な補助金であるとしてしばしば批判を受けている。アメリカ合衆国の批評家は税金が既得権益を守る特定用途のためにだけ使用されるのならば、 自由市場経済は徐々に腐敗し、やがて崩壊するだろうと主張している。アメリカ合衆国の連邦政府はかつて道路財政における優位な立場を利用して各州の議会に様々な法律の制定を要求していた。これはアメリカ合衆国憲法で規定されている権限を超えた行為であったが、高速道路予算の交付額を脅し文句に各州議会に 様々な法律を可決させた。飲酒可能な年齢を21歳以上とする法律。高速道路の最高速度を時速55マイル、約8 9トルとする法律。飲酒運転の基準となる、血中アルコール濃度を0.08%超とする法律。ミーガン法などがその例である。このような連邦政府と衆議会との関係は論争を巻き起こしたが、連邦政府の支持者は、 この関係によりが州国全体として一貫性のある法律が化されると主張し、上流社会では高速道路財源による連邦政府の権限と州の権限の到作が歓迎された。一級週間高速道路及び二級週間高速道路の路線番号を表す案内標識は赤、白、青の3色。 正常期仕様の色と同じで構成されており、案内標識の上部には赤字に白抜きの文字でインターシュタットと描かれており、中央には青字に白抜きで路線番号が描かれている。当初は襲名が路線番号の上部に描かれているデザインであったが、現在は何も描かれていないデザインとなっている。週間高速道路通勤別線及び 週間高速道路通勤施設には、一級週間高速道路及び二級週間高速道路とは異なる案内標識が使われる。この標識は、一級週間高速道路及び二級週間高速道路の路線番号を表す案内標識の赤字及び青字を緑地に置換し、インターステイトの文字をビジネスに置換したデザインとなっている。そして、 週刊高速道路通勤別線の場合は、路線番号の上部にループの文字が、週刊高速道路通勤支線の場合は、路線番号の上部にスパーの文字が描かれている。週刊高速道路上に存在するすべての道路標識及び車線区分線は、統一交通管制装置便欄に従って設計するよう定められているが、多くの地方で特色のある標識が使われている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。